G1 浜の故障準優勝戦第10レースがありました。峰竜太選手のお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずは優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。3日目にインタビューさせていただいたんですが、はい、その後からオール3連帯とどんどん調子上がってきてます。本当1走だけ本日はね、すごい、そう、あの時だけ出てなくて、あとはね、なんとかしのげるようになってきたんで、でも今は足は中堅はしっかりあるなって感じ してます。うん、もうこのモーターだったら優勝も狙えるっていうコメントもさっき出てきましたけど、グレーの足にはなりましたね。はい、うんうん、そして今の10レースですね、ピット離れ出ましたね、2コースの今だ。でも今節なんかね、やり方ちょっとテクって掴んで掴んでなんか浜中だったらこのなんか動きがすごいいいなと思ってて、で今日はドンピシャ来ました。うんうん、本番明日もじゃあもちろん出るようなことがあれば。そうですね、取れるとこまでは取りたいなと思います。うんうん、でも多分出ないですなんかわかります。じゃあスタート3日目にですね、サバの読み方がもうつかめたっていうことだったんですか。はい、そうですね、いつも通りだと絶対遅れるんで、本当はこんなタイミングで起こさないんですけど、それがだいたい幅が分かってきたんで、もう多分遅れはしないと思います。まあ明日もがっちり0台。はい、いやそれは0台はね、優勝戦だから多分いけないと思いますじゃあ一番近辺で。あ、そうですね、はい、結果15ぐらいになってると思いますよ多分。サバ読んだ結果、行くとは言えますけどね、実際多分15ぐらいになってるんじゃないかな。みんなが早かったら多分僕もそれがいると思います。あ、遅れることはまずないか、ないようにしたいですね。浜名湖賞は2013年にコースからまくりで勝ったんですけど、はい、イントロやったですねでもいいイメージはありますか、浜名湖。すごい浜名湖好きですよ、乗りやすいし、こうなんか自分のターンをね、こう 120% 出せますね。いつもやっぱ乗りづらいところとかだとそれを抑えてターンするんですけど、全開でできるんで好きです。そしてオーシャン終わってもうプレッシャーから解放されて、すごくレースを楽しんでるっていうお話もありましたけど。そうですね、もう本当に楽しいだけですね。やっぱね、成績悪くても全然楽しいです。でも良ければもっと楽しいですね。良ければもう全然楽しいです。で優勝戦も、はい、より楽しいレースをして、ファンにも。そうですね、まあ、優勝は多分ないと思うんで、大体分かるんで、そういうの経験上、まあ、期待だけして。まあまあ、でも買わない、頭では買わないでいいと思います。もうでも 2,3 着にはしっかり来るようなレースをして、見せ場作って頑張りたいと思います。はい、それでは最後にファンの皆様にもう一言お願いします。明日優勝戦しっかり楽しんでいくんで、皆さんも楽しんでください。応援よろしくお願いします。峰竜太選手でした。ありがとうございました。